無修正イシャツ DVD2 万1000枚2店舗摘発責任者ら逮捕東京・新宿区無修正イシャツ DVD 店が摘発され店の責任者の男ら6人が逮捕されました田村容疑者29歳らは6人は今月19日歌舞伎町のマンションなどで無修正のイシャツ DVD およそ2万1000枚を販売目的で所持した疑いが持たれていますと 警視庁によりますと摘発された店はえ主に50代から70代の男性が利用していて警視庁の調べに対し70代の客はパソコンが使えずダウンロードできないため直接買いに来たと話しているとのことです田村容疑者らは2つの店舗で去年6月から1億円以上を売り上げていたとみられますというニュースなんですけども、えー、別の記事で警察の方々が 摘発して押収した作品を全部チェックしていたという記事を見たんですけども、これ、2万1000枚チェックするのって相当大変ですよね、これ、うん、なんか気が狂いそうになりますよね、うーん、まあ、仕事だからしょうがないんでしょうけど、いや、でもそれにしてもね、今、ネットの世界で、誰でもね、簡単にこういう類のものが見れるので、この現実を、 どう解釈するのかっていうところでね、ね、う、当、ん、方の見解っていうのを聞きたいですよね、うん、取,り締まれ取り締まれるところは取り締まって,っていうところがあるのかもしれないですけど、えっと、極論からすると、えー、国産の、えー、こういう無修正はアウトですが、まあ、海外のにサーバーを置いたスマホで見れるのは、セーフっていうことなんでしょうかね。 うん、今のところはね、なんかね、ちょっと腑に落ちないような気がしますよね、それだとね、うんえー、また、えー、こういう DVD は、えー、過去に、ね、出演した、えー、女優さんたちが販売の差し止めを訴えたりするんですけども、えー、過去の、えー、出演したあ、こういう方法にね、コピーされたものが、 売られ続けていて、まあ、半永久的に残ってしまうので、やっぱりこういう類のものは、うん、後から、うん、差し止めって言っても、もう拡散しちゃってるので、えー、ネットだろうと、こういう現物というか、DVD にしてもね本当に、えー、止めれないのが現実なのかなとは思いますけどもね、そもそも違法にあの販売してますしね。 やっぱりこういうのを出演してしまうと後悔先に立たずという結果になってしまうような状況でしょうかということでえ本日のニュース、ためになったという方はチャンネル登録、高評価をお願いしますし。